今日来れる一番高いコースに来たんですけど、定点から行って吹雪すぎてもう寒くて何が何だかわからないです。待って待って、遭難してます、もしかして。耳の穴の中からめっちゃ行くね。じゃあサティさんのね、かっこいい走りを撮っちゃおうかな。やね、鼻に出てる、うん、バカ出てる。ありがとう。さあ、檻の中のサティです。ラーメンを美味しそうに見ていますね。ああ、いただきますをしているようです。さあ、一口目、日本サティの吉原君は何買ったんですか。味噌ラーメンもつ丼ですね。うい、私はビールと唐揚げで決めていく。あ、2人が大優勝します。爽快ですね。お、めっちゃ漏れてません？え、めっちゃ漏れてる、どうしよう、これ自撮りしないんですよ。あとしよう。なんだっけ、あのさ、人をダメにするソファー。待って、青春じゃんそれ、そのままいて。翔吾、お前も夏美のこと好きなんだろう。お前もかよ。でも夏美はお前のこと好きって言ってたから、お前が幸せにしろよ。でもお前と喋ってる時の夏美本当に楽しそうで。俺はな、彼氏にはなれねえんだよ。私のことで争うのはやめて。お前かーい。はーい。こいつ最高だな。はい、というわけでホテルに着いたんですけど、見てください、こちらニューカメラです。どうでしょう、画質とか良くなってんじゃないでしょうか。マイクもついてるよということで、皆さんヘトヘトです、この人たち。あれ、これ マイクが入りますね、カメラに。良くないね。あれ、なんでマイク入る、これどうにかできないのかな。ただいまの時刻何時でしょうか。3時36分ですね。遊びましたね。クッタのクタです。大クタ、小クタの大クタですよ。しかしね、せっかく1人3万5千円もかけて来てますから、今寝ちゃうわけにはいかないと。行きません。とりあえずね、まあ、この後お風呂には入るのかな。大浴場行こう。大浴場行くか。すっきりしたい。夕飯はね、出るらしいんですよ。バイキングだよ。それはいいね。楽しみ。食いすぎちゃったよ。食いすぎよ。今日も食いすぎちゃう。今日もせっかくの旅行だし。で、夜のね、飲み案がいくつかあると。一つ目が東京に帰って、まあ、じゃあ一つ目は吉村が東京に帰って帰あのここでズーム飲み。ライターの後、普通に売店で酒をめちゃめちゃ買ってきてここで飲む、うん、か、せっかく新潟来たから美味しい日本酒を探しに地元の居酒屋さんに行ってみる。いや、ありですよ。熱くね。いや、それもありなんですよ。もはやなんかもうバイキングいらないんじゃないかな。3万5千円に入ってる。バイキングのさ、クソみてえな。いや、クソとは決めつけちゃいけないよ。大体卵とね、ウインナーが出てくるだけなんですよ。でもね、その卵がね、うめえ、俺好き。何時からだ、夕飯。それが問題だよね。あ、でもなんかないかな。電話しようじゃん。そうしよう。あ、もしもし、夕飯ってついてます。あ、夕食ってどういう夕食です。ラッセゾン、これか。 OK。 一番バカじゃん。予約しなきゃやめてらしいよ。あ、マジか。言ってよ。この電話有効です。あ、会場名間違った。はい、地下1階のモンテローザ。はい、モンテローザ。じゃあ6時でお願いします。モンテローザ、なんと焼きたてのステーキ、お好みの握り寿司、揚げたて天ぷら、シェフ炒め屋が目の前で料理提供します。これは行かなきゃダメだ。あと今更なんですけど、翔吾結構もう動画出てるんで知ってる人いると思うんですけど、吉村翔吾の高校の同級生です。今風呂に入りますよ。あ、ここに
リロとグラ、グリとグラ、グリとグラがいます。絶対違う。あ、寒い寒い寒い。寒い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 。絶対落ちない。整った。絶対整ってない。整った。ブンブン。寝てるやつがいる場合はカメラを回していたずらするんだよ。やつの顔に水かけてガチ切れするよ。ねえ、じゃあ俺やろうか。オッケー。いきなりさ、キスしてみるか。どっちがいい、どっちがいい。キス。他何がある、他にいたずら。キス。めっちゃ怒りそうだよ。めっちゃ怒りそう。動画とか関係なく怒りそうだ。高校の同級生じゃん。どう彼に。めっちゃ怒ると思う。だから俺はやめてる。青いね。水をじゃあ飲ませてあげようか。怒られたらね、うん、あとまだね、もう一泊ありますからね。水飲ますぐらいにしといたんですけど、どうでしたか。醍醐味ですね、このお泊まり醍醐味ですけど。うっせぇな。うっせぇな。夕飯まであと40分ぐらいかな。休憩しましょうか。おはようございます。30分間寝て朝立ち的なものがやばいっす。やっとお待ちかねの夕飯タイム、イエーイ。見てください、これほんの一部です。まだまだうまそうなのめっちゃあるんですけど、ショーゴのこのうまそうな森、吉村も見てこれ、そして見てこれの汚なマジ。じゃあ俺さ、おばさんがすっごい上手に持ってて、真似しようとしたの、これ真似しようとしてなんか、ビチャってなって、なーってなって諦めてきたの。米よそったらさ、その隣にカレーあってさ、カレー入れて、こんなやつによそった米をポンって入れて、余ったからパスタ入れてきた。いただきます。いただきます。やばい、めっちゃうまそうだよ、これ。めっちゃうまい。マジ？あれ、魚も？魚？このステーキいくわ。シェフの目の前で焼いてくれたステーキね。冷めてるのにうまっ、うまっ。じゃあお寿司もですね。あ、まあ、これはまあまあ、マイタケの天ぷら、やばこれ。今日あのここ全部食い尽くすんで、あそこにあるやつ。ワイン、ビール、サティ、カッペイン、レスタンサンス、マジうまい。この旅行で一番テンション上がったんだよ。スルーしました。一生恨んでたよ。イタリ餃子バカうめえ。マジかよ。それが食いたい一瞬で今食ってるわ。今行ってもいいんだよ、ルール上は。礼儀として手元にあるのなくってから。実は俺が握った方がシャリうまい。今度はもう少し上手に持ってくるぜ。上手によそえない。上手によそえ方がわからない。
あーどうぞどうぞ。なんかでも俺一つ言い訳して、うん、全部くっついてるこれこれなんか仕方ないでしょこれは、まあね、アドバンテージだねあとはなんか見渡したけどなんかあれどうなどうしたら、まあこれで俺の中の回路は壊れてるね稲荷餃子らしいです。これがうまいと思う。稲荷の中に餃子の具が入ってるんだ。うまいね、これ。なんか初めて出会ったよ。餃子っぽくもないんだよ、うん、油揚げが、うん、もない。絶妙なバランスなんだよ。もうこれで完全にね、ポタラポタラで合体してますね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったですね。苦しいこの動画見てくれてる皆さん、おかしいと思いませんか。ちょっとこの部屋、男3人なのになぜベッドが2つなのかと。もともとベッドが3つの部屋だったらしいんですけど、ここの畳の部屋が欲しいということで1500円で部屋をグレードアップした結果、ベッドが1つ減ったとここね、布団があるんでね、ここはね一つベッド争奪戦じゃんけんでもしようじゃないかと。やりますか。はいはい、2回以上引き分けだったらそっちで全員出るとかどう。はい、やります。ちょっとこのマイクがね入っちゃうのはちょっとね、そのうち改善するんで許してください今超楽しい話してたのにマイクが入ってなかったてへまだ慣れてないからマイクがあるカメラ。もう一回下りやっとく。もう一回下りやっとくか。何ですか俺がカメラをセットしてる間にいろいろとルールを決めないでもらっていいですか。てや、はい、一発で勝負が決まんなかったら全員こっちで寝る。あいこでしょあいこでしょあいこでしょっていうのめんどくさい。一人が一発で負けるみたいなこと以外はもう全員こっちでね。川の字でね。川の字で。これめっちゃいい。もはやそうしたいまであるっていう話をマイク入ってないでしてました。ごめんなさい、一つ再現できないのがあって、俺のでっかいおなら。ベッドは床一発勝負で、うん、すごい勝負だけでっかい四角で囲られてる。でもあれ顔認証でしょ。俺の顔どこ。あ、ここが刺されてるけど。ベッド通りじゃんけん、じゃんけんぽい。じゃあ僕は床です。やったどっちがいいベッド。これどっちがいいよ。じゃあこっちでいい。やっぱさ高い位置で寝ないとね。まあまあお前全然カメラ映せないとこ。お前ら枕投げさせやんねえかな。こっちには枕3つあんだぞ。やっぱ結局ねベッドですよね。布団ったらベッドでしょ。何が川の字だよ。何が川の字だよ。あそこにある布団全部縦に重ねてベッドぐらい高くするのもらしいです。あ、で見てすごい吉村見下してる。え、いやそんなことないよ。いいなと思って。いいな。いいなということで、ベッドは俺と吉村がゲットしました。イエーイ。人を見下してきた人生だったのに。はい、もうねだいぶ飲んでるんですけど、スキー場からねタクシー呼びました。タクシーの運転手のおじちゃんにやってるとこ、で連れてきてもらったところでね、もうね飲んで、ここ2軒目です。ちなみに宿ですけど10時チェックアウトのところをね17時まで寝るように、もうすでに追加料金払ってもうすでに延長してありますので寝坊もできますと。はい、じゃあ、はあ、楽しい楽しいね。スノボっていうより、うん、新潟旅行カニ味噌。すいません、岩海苔バター醤油ラーメン。岩海苔バター醤油ラーメン、うましょう。一旦ちょっとバターとかします。はい、お願いします、お願いします、はい、あれ入った瞬間綺麗ですよ。何その笑顔。今ね幸せが溢れてる。楽しくて楽しくて。早速いただいちゃいますね。お願いします。あ、お客さんラーメン初めてですね。え、うまい。ただ麺はスキー場と。やめろ。はい、もうね1時過ぎましてホテルに帰ってきました。本当はねこの後ねホテルで飲もうと思ったんですけど、もうそんな元気ねえと。まあ明日ねできたら朝ビュッフェ食べたいし、昼ねスノボ滑りたいし、滑りたいということでね、寝ます。はい、しょうごさん、雑魚寝してもらって。
雑魚寝じゃねえし雑魚寝でしょこれ。おやすみなさい。そろそろ来てください。さて、吉村です。何回も起こしてるんですけど全然動いてくれないのでもう一回呼んでみます。さて起きて、さて起きて、返事はいいんだよね。さて起きて。あ、ダメだな。しょうご起きて、返事はいいんだよな。さて起きて。はい。あ、早いね。はい、はい、いや、ちょっとそれフライングになってる。何しに来たって言ったらスノボをしに来たんだもんね。そう、うん、ナイターだっけ。いや、もうそれは行かなかったです。おはようございます。おはようございます。今日の朝食はどんな感じですか？めちゃめちゃうまそうです。参加お借りします。朝食を食べた後、部屋は5000払って延長してる。もう一気にゆっくり寝てスノボ滑りたいな。いただきます。滑るぞ滑るぞ。2日目起きれました。たまって1時間ぐらいしか滑れないんですけど、楽しんでいきましょう。全力でいきましょう。全力でいきましょう。あ、帰ります。お疲れした。やりきったね。やりきりました。ベストは尽くしました。一泊二日スノボの旅いかがでしたか？2泊3日分くらいは。最後にじゃあ吉村が今まで発したことない言葉走っといてもらうか。チャンネル登録よろしく。この動画を常日頃から見たいと思ったら高評価とグッドボタン。あれグッドボタンです。もっとサティさんの動画見たいと思ったら高評価となんだっけ。